医療用器具製造業といいまして、まあ、細かく言うとあの体に身につけるもの、義手とか義足とか、あと医療用のコルセットなどを、オーダーメイドで製作している会社でございます。厚生労働省の、国家試験を有したものが、まあ、義肢装具士として、病院に出向いていきまして、仕事を医師の処方のもとにですね、仕事をさせてもらいまして、その患者さんといいますかね、利用者、我々の仕事を使う利用者の方々に対して、その治療を目的とするものと、生活するために、社会に復帰するため の、 その義足とか義手を医師の処方のもとに制作しております。はい。昔から仲良くしている知人の車椅子ユーザーの方がいらっしゃって、でその方と、まあ、関わっているうちに、こういった障害を抱えている方に手助けできるような仕事がしたくて、でそういった時にこちらの会社を知って、で入社を希望して今に至ります。患者さんの状態から反応して自分なりに工夫して仕事をして、まあ、制作物を作って納めた時にぴったり来て、で患者さんからすごいつけてよかったとか、まあ、前よりもすごい楽になったって言われていただくと、まあ、すごく喜びにつながります。ことで専門的な知識を身につけて、で自分の行っている業務に専門性をさらに高めたかったという理由から目指していました。まあ、制作する際に一歩踏み込んで考えることができるようになりました。技術を磨いて、で、まあ、ゆくゆくはその、まあ、ユーザーの方から直接指名をいただけるような制作者になりたいと思っています。まあ、主に整形外科なんですけども、医師から処方を受けて、それに基づいて、患者さんの足を型を取ったり、まあ、利用者さんの型を取って、まあ、納めるというような業務をさせてもらっています。作って、まあ、納めた時にもうぴったりあった時ですね、適合がパーフェクトだった時はもう非常に嬉しいですね。とにかく患者さんが喜んでくれた時が一番嬉しいです。はい、桜井じゃなきゃダメだと頼られる時ですよね。ご指名を受けて、まあ、仕事するさせてもらっているの非常に嬉しいですよね。はい、謙虚、いたわり、思いやりっていうこの3つの言葉、非常に自分に言い聞かせ、常に言い聞かせる言葉なんですけども、もうとにかくその3つの言葉をみんながね、同じように心の中でずっと考えて思っていれば、より円滑 まあ、人間関係もスムーズにいくんじゃないかなと。はい、私たちは福祉の一端を担っているという自負がありまして、もちろんその社員同士のお互いの信頼感というのは私はすごく大事にしてますので、まあ、協調性があってですね、まあ、仕事に対する責任感、それからどうしても新しい医療ってどん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 先に進んでますんで、まあ、普段の進歩に心がけて、一生懸命働いてくれる人を私は望みますけどね。一つ一つがもう全て手作りなもんですから、同じ品物がなかなかないということ、形はまあ似てますけども、同じ病名に対してもいろんな症状があるわけで、それに応じた品物を作るんで、やっぱり応用力とかそういったものが徐々にこう身についていっていただければ、それでいいんじゃないかなと思います。年間だいたい十数名が会社見学に来ていただけます。で、うちとしてはそういう積極性、行動力のある方をぜひ、募集をいたしております。ぜひ会社に来て、実際に見学をしながら詳しく説明をさせていただきたいと思いますので、どしどし
会社に来ていただきたいなというふうに思います。